シャーロック。あ、先生。君はこの場所が怪しいと思うのかい？はい、どこかがおかしいです。先生は何か気がつきませんか？そうだな。それ、おかしいですよね。ああ、いいところに気がついたね。定祖1980年、つまりこのビルができたのってとっても昔。こんなに綺麗に壊れたのも老朽化が進んでたからだと思います。確かにそれも一理ある。でも今気にすべきはそこじゃない。え？ほら、他の現場の定祖版を思い出してごらん。何年って彫ってあったかな。他の現場の年号、他の現場の年号。あ、どれもすごく。そう、これは重要なファクターだ。やあ、シャーロック。あ、先生。しつこいかもしれないけど、危ないことがあったらすぐに知らせてくれ。はい、わかりました。たくさん爆発があって、やっぱりちょっと怖いですけど、でも大丈夫です。怖い時は楽しいことを考えます。先生は最近何か楽しいこととかありました？え、そうだな。毎日楽しいよ、君たちと会えるからかな。私も今毎日がとっても楽しいです。先生と出会ってからずっと。え？いろんなことが勉強できるし、みんなとも仲良くなれて、いいことばっかりです。そっか。これからもよろしくお願いしますね、先生。ああ、こちらこそ。では、操作に戻ります。エルキュール。あ、小林さん。何か見つかったかい？いいえ、取り立てて怪しいものは。なので PDA で倒壊したビルのデータを調べていました。これなんですけど、小林さんはどう思いますか？そうだな。その項目、不自然な気がします。ああ、どのビルの名前にも王の文字が入ってる。でも経営しているのは全て別々の会社ですね。節税さ。節税？とにかくもう一歩踏み込んで調べてごらん。例えば株主とか。わかりました。あ、ほらね、全部100% 出資。そう、これは重要なファクターだ。エルキュール。あ、小林さん。どうだい、その後進展は？いいえ、別に。そう。途切れた。何か話題を。小林さん。はい。あの、本はお好きですか？本？はい。もちろん大好きだよ。本当ですか？ああ、本はいろいろなところに
自分を連れて行ってくれる気がするんだ。あと、いろいろな自分にも変身できるしね。そうですよね。そうなんです。本って素敵なんです。目の輝きが尋常じゃない。今度、ぜひ小林さんのお気に入りを貸してください。ああ、わかったよ。私も一番のお気に入りをお貸ししますので。うん、楽しみにしてる。では捜査に戻ります。よっぽど好きなんだな。やあ、ネロ。ん？君はこの現場が怪しいと思うのかい？うん、ピンとくる。小林はどうなのさ。なんか怪しいところとかある？そうだな。あいつ、怪しいでしょ。確かに。写真ばかり撮ってるし、PDA にいろいろメモしてる。スーツも随分カジュアルだ。警察の現場検証には見えない。何者なんだろう。ああ、保険の調査員だよ。え、そうなのかい。さっき話しかけてみたんだ。何メモってるのか気になったから、 PDA 見せてよって。そしたら無茶言うなって怒られちゃった。そりゃそうだろう。あ、え、ふんふん、小林。なんだい。ちょっと協力してよ。協力？ねえねえ。また君か。何度言われてもこの PDA は見せられないよ。僕の首が飛びかねない。どうしても？どうしても。ケチ。あのね、ケチとかそういう。あっと、失礼。ああ、おっと。どうもすみません、よそ見をしていたもので。ちょっと気をつけてくださいよ。すみません、すみません。ねえ、これ。ああ、見てないだろうな。こんな短い時間で見られるわけないでしょ。まったく。読めたのかい？バッチリ。でも内容を理解したわけじゃなく、僕の PDA に流し込んだだけだよ。つまりコピー？そうそう、触れさえすればあっという間さ。大したもんだ。ではでは、中身はと。どうだい？おっと、これは見過ごせないな。何かあったんだね。ほら、この項目を見てよ。そう、これは重要なファクターだ。おいおい、それは僕のセリフ。一度言ってみたかったんだよね。ネロ。やあ小林。あれ、なんだか疲れてない？え、そうかな。どう？お菓子食べる？ありがとう。ちょうど小腹が空いてたんだ。よしよし、素直なやつじゃ。聞こうよれ。なんで公家言葉？別に。とにかく疲れてる時は甘いものを食べるのが一番さ。君は疲れてる時以外もだと思うけど。あ、今なんか変なこと考えたでしょ。え？いやいやいや、何も。小林ってわかりやすい。からかわれたのか。コーデリア。教官。何か怪しいものは見つかったかい？そうですね、この辺り、うまく言えませんけど引っかかります。教官は何か気がつきませんか？そうだな。
このいくつものプレート、テナントの名前だな。そうですね。でも何も書いてないものが多いです。それだよ。え？ PDA で調べてごらん。今回爆破されたビルに入っていたテナントの数を。わかりました。どのビルもあまりテナントが入っていませんね。空き部屋が多かったみたいです。それじゃあここで例え話だ。はい。君はアパートを経営しています。でも入居者が少なくて空き部屋が多い、どう思う？もちろん困ります。だって家賃が。あ、そう、これは重要なファクターだ。どうかしたのかい？この町で爆破事件が起こるなんて正直ショックです。治安が悪くなっている、そういうことなんでしょうか？そんなことはない。仮にそうであったとしても僕らが正せばいいんだ。だろ？はい。でも世界的に見れば日本はとても安全な国だ。そのことを忘れちゃいけない。ええ、やっぱり教官はいろいろな国に行ったことがあるんですか？まあ怪盗が悪さをするならどこへでもね。きっと素敵な場所をたくさんご覧になっているんでしょうね。ああ、南国とか好きかな。ハネムーンで訪れてる人が印象的だったよ。あ、ハネムーン？え？そんな、二人きりじゃなくてみんなとも一緒じゃないと。はい？もちろん教官の部屋は別ですから。あの、何の話？あ、すみません、余計な話をしてる場合じゃないですよね。失礼します。何だったんだ？あ、小林さん。いや、どうも。平野くんはここで何か気になることでも？ええ、ちょっと低素箱のことが。お、さすがに鋭いね。全部の現場に一つずつあった同居、それらが低素箱に入っていたことに気がついたってわけだ。はい。でも気になることはそれだけじゃないんです。え？低素箱は爆発の衝撃で破壊され、中から銅鏡が飛び出したということですよね？ああ、多分。3箇所の爆破現場全てで？あ、全部が同じ状態になるなんて変だと思うんです。もっともだ。考えすぎでしょうか？あ、いや、そんなことはないんじゃないかな。では、他にも調べたいことがありますので、失礼します。うん。過密の部下だけのことはある。優秀だ。いや、ココロちゃん。ちゃんって言うな。ごめん。なんか用？いや、まあ別に。こっちの情報を知ろうったってそうはいかないんだから。そんなつもりは。はい。銅鏡は黄金鏡のレプリカ。ビルのオーナーが低素箱の中に入れてた。わかったわ。今そっち行くから。用ができたから行くわね。ああ。3カ所の現場に必ず落ちていたあの銅鏡、テレビで見た黄金鏡のレプリカだったのか。そしてそれがオーナーによって低素箱に入れられていた弦を担ぐってやつかな。うん。オーラやった。杉子くん、
何をしてるんだ。何あれはフォーチュンクッキー。中におみくじが入ってるお菓子だ。やあ、休憩かい。What?おーっと、え？なわけないか。はい？じゃな。あ、落としたよ。おみくじ。あんたにやるよ。何が書いてあったんだ。運命の人は今目の前に。二人は結ばれる定めにあり。去れば家内安全。商売繁盛。子孫繁栄、極楽往生、主治肉林、百鬼夜行。あれ？いや。はあ、どうしたんだい？なんかさ、めんどくさいことになってるよね。まあ、そうだね。そろそろ帰って、のんびりしたいっていうか。マイペースな子だ。ああ、そうそう。前から思ってたんだけどさ。え？あんたって服のセンス古くない？うっ。もっとおしゃれしなきゃ女の子が相手してくんないって。そうかな。しょうがないな。私がちょっと教えてあげるよ。よっと。おっと。そうやって多少は着崩してみたら？カジュアルに行こうよ、カジュアルに。はぁ、あと、シャツは第二ボタンまで外してみるとか。いや、それは。そう？セクシーさがぐっと出ると思うけど。やめておくよ。まあ、あんたのキャラには合わないかもね。じゃ。小さか。はあ、ミルキーのみんなは頑張ってくれてる。でも何かが足りないんだ。全てを結びつけ、確信へと導く何かが。決定打にかける。早くしないと次の爆発が起こるかもしれないのに。くっ。ママ、アイスが食べたい。はいはい。それじゃあ、せっかく中華街に来てるんだから、杏仁ソフトを食べましょうね。うわーい！早く行こう！ちょっと待って、地図を見るから。早く、早く！現在位置がここだから、ここがこうで。あら、そこの路地を入ったところだわ。近くてよかったわね。ああ、どうしたの？地図って北が上なんでしょ？この前そう教えてくれたよね。そうよ。でもこの地図違う。斜めになってるわ。ああ、この地図に向き合った時に分かりやすいように傾けてあるの。ああ、そうなんだ。さあ、行きましょう。ソフト美味しそう。お腹が冷えるからママと半分こしましょうね。かわいそうに。でも地図が斜めか。こういった街灯の地図では北が真上でないことなんて当たり前なのに。子供は好奇心旺盛だから何にでも疑問を抱くんだな。しかしこの方向からだと北は左上なのか。改めて見ると意外。そうか、そういうことだったのか。